皆さんこんにちは。生きているうちに楽しいことを好きなことを同世代応援 YouTuber かずみんです。今日は昨日のショート動画の予告の通り、カリーノ・クリアーレさんの、コブ・マディバ・チャレンジに、挑戦しようと思って、買いました。パチ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 。1個、まあ、800円っていうね、すごく良心的なお値段なんですが、マディバーの状態で来ていて、コブが出ている状態では来ないです。でもあのコブが出るであろうかもしれないという、商品 で一応1個から10個セットぐらいまであったと思うんですけど、なんか3個だと送料がなーって思ったりとかしたので、10個だとちょっとね、今回ねこの夏、多肉をねまだいっぱい、ね、星様にして今ね処理中というか整頓中ではあるんですけど、まだまだね外が暑いです。なのでまあ1週間ぐらい中に入れ家の中でね置いておいて、で涼しくなってからの植え付けということでねしたいんですよ。まだね、8月の終わりぐらいから9月の初めにかけて30度超えることがあるみたいで、まあ、置き場所はねもちろん6トレーとかね7トレーとか、お日様になったトレーがいっぱいあるので置く場所はあるんですけれども、あの状況があまりよろしくない、置いている状況の、ね棚の状況がやっぱよろしくないというので、まだね、今回開封をさせていただきますが、少しだけね置いておこうかなと思っております。ということで、マディバ、5個セットの方を私は買いました。ま、送料込みということでね、大変でもねお安いと思います。これが万が一コブが出てきたとしたら超ねレアだなと思って、萎えている心を、モチベーションを上げるためにポチしました。では、ご宅を並べている場合では ないんですけど、とりあえずここにね自分のこの住所とかが貼ってあるんだけど、それだけ剥がして、いつも片手撮影なので、肩で開けたりとかすることができないので、もうここ開けてあります。で中はまだ見ていません。はい、それでは開封させていただきます。はい、一応ねここに、はい、コブマディバチャレンジコンテストということで、こちらの方はね、インスタグラムの方にも書かれておりますので、割愛させていただきます。で私はと言いますと、この、5番ですね、 YouTube の方で、随時、再生リストを起こしましたので、そちらの方で、カリーノ・クリアーレさんのコブマディバチャレンジコンテストということで、植え付けとか、まあ、たまにねどんなかなっていう感じで、見たりとかするのを載せていきたいなと思います。マディバはねもともと私2つ持っていて、で1個ね、谷友さんにいただいて、でこの間のね、リエールさんの箱いっぱいですね、レオレオオレオさんの6周年記念の箱いっぱいのパパの前後賞が当たって、その中にデカマディバがね、コブマディバじゃないですよ、デカマディバがね入っていたので、そちらの方のマディバ4つ持っていたんですけど、まあ、この、猛暑、台風、そして集中豪雨の中、2つですね、もともと自分が持っていたマディバが、ダメになってしまって、でただいまそれをね破砂し中なんですよ。揺れてしまってもうなくなってお星様になったわけではなくて、ただいま破砂し中で、根っこの方がね出てきているんですけれども、葉の方がどうしてもね根っこを出しながら揺れていくんですよ。多分今
葉差しもあまりよろしくない状況なのかなと思います。マディバとクリスペートビューティーの葉差しをしているんですけれど、ちょっとねマディバの方が2枚ほど、ずれてきていたので、根を出しているんですけどずれてきたので、水やりの方をねもうぐっと控えているんですけど、もうほとんどあの、ね、根っこが出てるか出てないかの状態なんで水をやっていないんですけど、やっぱりこの暑さで肉厚ということもあってずれてきてるんやと思います。まだまだだからね暑いので葉差しもちょっとねあの控えようかなって思っています。で、もともとそのクリスペートビューティーも、中途のところが黒くなっていて、でそこを、まあ、取ったら茎の方も黒かったのでチョンパをして葉差しを取ったんですけど、あの なぜかってわけじゃないです。多分中途からやったのでその上ですね、その中途からのチョンパの部分と葉差しの取ったのも全然大丈夫やったんですけど、あのチョンパした上をね一応 黒ずみがなくなるまであの切って、まあ、ちっちゃくちっちゃく本当に 葉っぱがね 5,6 枚ぐらいしかついてないんですけど、そちらの方がねやっぱりじれてしまったので、結局下がね生きていたんです。あの今日谷パトをしていたらちっちゃな芽が出ていました。ジョンパしたところから芽が出ていて、あのめちゃめちゃ嬉しかったです。あのジョンパした方がね育ちが早いというのでね、嬉しかったんですけれども、そしてまあねこれまでの、まあの方のチャレンジコンテストの方の話に戻すんですけど、はい、そしたらねこんな感じで、見事1位から3位に選ばれた方は順位ごとに豪華プレゼントで、4、5位の方にもプレゼントっていう形があって、でまあコブが出る可能性が高いマディバは 100% コブが出ることを承知するものではありません。でそちらの方はねもう一応可能性は買っているので、買ってみました。はい、でインスタグラム、YouTube されてますので、あの皆さんね、ぜひ、カリーノクリガーリさんの、インスタグラム、YouTube、ぜひ、登録、チャンネル登録、フォローしてあげていただけたらなと思います。そして、もう一枚、はい、じゃーん。ちょっと話はねいろいろ飛ぶんですけど、第1回多肉サミット岡山っていうね、友蔵園さんの多肉サミットのイベントに出られるようです。あのこういう風にねチラシも入っております。で、あの別の話になるんですけど、第3、2、4回かなが滋賀県の、ブルーメの丘で行われるんですけど、私はそちらの方もただいま、応募済みでございます。なので、応募がね抽選当たれば、あの私も多肉サミットもね滋賀県の方でね出られると思いますので、あの多肉サミットの方もね友蔵園さんの方もチェックお願いします。そして名刺が2枚です。インスタグラムの名刺と通常のお店の名刺ですね。神戸市北区スズラン台南町っていうところにねあるみたいで、あの YouTube でもね拝見させていただいたんですけど、なんていうのかな、店舗内とかを自分たちのね手作り、ご夫婦かなの手作りでされていて、ものすごくねいい雰囲気のねお店なのでね、一度ね行ってみたいなと思っております。ただね神戸なんでねめちゃめちゃ遠いんですよね。あの京都あたりの滋賀やと神戸あたりまではすぐ近いかなって思うんですけど、私は福井の方に近い滋賀でございますのでかなり遠いんですよね。なのでまたねあの機会があれば寄せていただきたいかなって思ったりします。そしたらこういう風にねちゃんと綺麗に入っております。そして私は5つですね、5つのマディバを購入いたしました。はい、こんな感じで、死にかけるかな、あ、そうだ、静かです。そしたらこれね、片手の撮影なので、一つ一つ開けてね、見たいと思います。はい、ちょっとお待ちください。はい、そしたら、片手でもね開封しやすいようにしたんですけれども、もしかするとね片手なのでお見苦しい点を見せるかもしれませんが、一つずつ開封していきたいと思います。じゃあこちらの、左の上の端ですねからです。あ、すごい、あのね札がね1枚1マディバってついてるんですけど、見てください。はい、ほら
マディバチャレンジコンテストっていうのがね中についてますよ。これ番号がね一応振ってあるんですけど、もしかしたらこの番号をみんなあんのかな、ちょっとね楽しみですよね。でね、これね後でね面白いちょっとやり方をねしようかなと思っております。はい、見た感じはコブが出るのかどうかはわからないですっていうようには書いてありましたけどね、あの最初から、コブが あるわけではありませんと書いてあります。わからない、あのわからないというかもう全部そのコブっていうものが、見つからない状態での、スタートとなっております。はい、根っこもね、はい、出てきています。で1枚ねちょっと葉っぱはねこういうふうに枯れてるんですけど、さあ、 あの1週間ぐらいならばねこのままで置いとくことができるんじゃないかなと思います。私的にはこの番号違うような気がします。きっとねチェックされるんじゃないかな。はい、それでは次で同じやったりしてね。はい、はい、次のマディバです。上の真ん中のマディバになります。お、なんかちょっとこれはひらひらってあるような感じの期待が大です。少しちょっとね誇張している。またねやっぱりねあの輸入してたりとかそういうこともあるんでね、こちらの方も少し、はい、目がね出ております。そして番号はね、じゃん、ほらね違います。さっきのがね164でこちら165番マディバですね。やっぱりねあの違いますよね。あの分かりやすいように多分発送した、マディバの中であの多分チェック向こうでもねこの番号のチェックがあって、多分誰に送ったかというような、まあそういうのもあるのかな。はい、ということでやっぱりね、マディバ一つずつに番号が振られておりました。なのでこちらの方が何番になるのだろう。はい、次のマディバです。あ、こっちのマディバはね隣のマディバとよく似ています。こちらの隣のマディバとよく似ていて、このマディバとこのマディバはちょっとこれはなんか通常のね家にあるマディバとよく似てますね。こっちのマディバが家に置いてあるマディバとはちょっと違うかな。でやっぱり番号は166番となってます。そして下の左側オープンです。こっちはまたピンクのひらひらがねちょっと強めですね。そして番号は168番ということは多分続き番号なんで、こっちとこっちが入れ替わってますね。はい、この3つねなんかちょっとよく似ているし、少しやっぱりねいきなりこれをねあの太陽の下に持っていくとここがね白いとこが焦げちゃうんですよ。なので、徐々にねあの明るいところに移動をして、秋にはねキュッてここが閉まってくるので楽しみにねしていきたいなと思う。マディバってねあの夏に赤く紅葉する多肉になるんですよね。あ、これはねまたね初めの下の右側はね初めのマディバとちょっとやっぱり違う。この4つはね意外とよく似てますよ。でもこのマディバだけ違うから、なんかねこのマディバがコブなのか、それともでもこのマディバは通常なんかうちでよく見るようなマディバかな。ちょっとひらひらがやっぱり強くない。このマディバとかね、あの他のマディバはね全部赤のひらひらがね強いんですよ。まあコブが出るかどうかというのがこの時点ではわからない。はい、そしたらねやっぱりあのこちらの方が167番だったので入れ替えさせていただきます。こっちにね順番にしたのでね、
たら、マディバ、コグマディバナンバー164から168が私の、マディバチャレンジのマディバさんになります。コグマディバチャレンジのマディバさんになります。さあ、どうでしょうか。ねえ、高級品種ですよ。コブが出ればですけれども。ねえ、でもマディバもね、強いし、葉差しもよく出るって言われてるんですけど、この夏にやっぱり2つ、ちょっと樹齢させてしまったので、まあお星様にはまだなってないです。ただ、葉差しにしか取れてないので、どうなるかはわからないんですけど、皆さんの予想はどうですか？そして、私個人的に、チャレンジのやり方として、164番から1,2,3,4,5 と、番号を振らさせていただいて、で6までの番号ですね。で、皆さんにね予想していただこうかななんて思ってるんですよ。コブマディバチャレンジの予想チャレンジみたいな、なんか乗っかってるみたいでね、もしね、ダメやと言われればね、あれなんで途中でもね、やめようかなとは思うんですけれども、ちょっとね、盛り上げようかなと思って、1から6番、1番がコブマディバになる。2番がコブマディバになる。そして3番ね、166番がコブマディバになる。そして167番がコブマディバになる。そして、5番、168番がコブマディバになる。そして全てコブマディバにならない。もしね、もしかしたら1個とかじゃなくて2個とか3個の場合があるので、予想は、1つでなくていいです。ただね、コブマディバにならないという回答、6番の回答だけは1つの回答になるんですけど、他ね、1番2番3番がコブマディバになるとか、2番、単品でも大丈夫です。2番、ただ、答えは1つにしてください。答えは一つです。なので番号一つ、番号は一つでなくても、全部コブマディバになる、なるの意見でしたら、1,2,3,4,5番、すべてコブマディバになると答えをいただいても構いません。そして、コメント、この YouTube のコメントのところで、コメントください。1番がなるとか、2番3番がなるとか予想してください。そして、ぴったりの方から抽選に1名の方です。コブマディバは差し上げることはできないんですけれども、どうしようかな。でもね、今ねまだ決めてないんですよ。プレゼント企画にしようというのは決めてるんですけど、何をっていうプレゼントは考えてはないんですけど、でも何か素敵なプレゼントを差し上げようかなと思っております。1名の方です。ぴったり賞の中からもし10名いらっしゃったら、10名の中から1名、答えが1名しかいらっしゃらなかったらもう1名の総取りみたいな感じになりますけど、そんな感じでね、コメントにね、何番何番何番と書いてください。もうじきね500名になります。400名突破して、今ちょうど、430名ぐらいかな、あと60名と70名で、500人突破、チャンネル登録者数ね500人突破になります。ちょうどね、1000人の半分になります。でね、収益化を狙っていないとか狙ってるとかいうのもあるんですけど、ただね、もし万が一収益化になったとしても、生産者っていうわけではないですけど、自分のね育てるためのハウスを作っていくんですけど、今日
作っていくように今ね動画とかをちょっと途中になってますけど動画を撮ってしていくんですけど、生産者ではないんですけど、そういうねプレゼントをしたりとかできるようなね企画、皆さんとね楽しめる企画、多肉を盛り上げられる企画をね使っていこうかなと思っています。プレゼント企画したりとかね。なのでぜひぜひねチャンネル登録をしていただけたらと思います。はい、こぶまデバチャレンジの予想チャレンジですもしねカリーノクリアールさんからそういうことをしてもらっては困るんですけどっていうコメントね、もしいただいてしまったら中止になると思います何もね聞いてないんです。何も聞いてないというかね買っただけというような感じなんですけど、ただね盛り上げれればなって思います。でなしっていうコメントがね多分ね多いでしょうね。どうなるかわかんないです。本当に宝くじのような感じで、私もテンション上げでね撮影ねしていきたいと思います、これからも。はい、というわけでこちらから164番から168番あります。でこちらの方から1、2、3、4、5番と普段にね番号を振ります。そして6番は全部ならないっていう踏まないで、クキちゃん踏まないで、もう猫がね怖いです。もう中にはね本当に蓋に入れられないんですよ。はい、で予想をねしてください。多分ねプレゼントとしては多肉はね今回の台風でもうね結構ね大きな鉢上げ寸前のね苗場いっぱいあったんですけど、もう半壊状態、もう半分以上半壊してしまったので多肉を、プレゼントすることはないと思いますが、私が頑張って作ったリメイク鉢などガーデニングの雑貨、ガーデンのね多肉がガーデン雑貨ですね、多肉ガーデン雑貨の詰め合わせ的な感じで、あとはもしなんていうのかな、チャレンジですのでコブが出てくるまでが結果わからないので、長引くようでしたらその間にねまたなんていうかな、七種の寄せ植えの苗になるとは思うんですけど、そういうのもねつけて、大々的にねプレゼントをしたいと思います。1名の方です。答えは6番でしたらもう一言ですので、一つも、コブまではならないっていう6番の方は6番だけ、他の方は、1番だけでもいいですし、1番3番とかでもいいですし、複数の、番号を書いてもらっても構わないんですけど、投稿は1つです。投稿は1つになります。なのでコメント欄の方によかったらコメントで、ご応募ください。そしてね気長く待っててくださいコブができるまで結果はわからないので気を長く、もう来年になるかもしれないですよね、いつコブが出てくるかわからないので来年になるかもしれないし、で、枯れてしまうっていうこともあると思います。豪雪地帯なので冬の寒さでね枯れてしまうということがあるとは思うんですけど、できるだけ室内で、冬越しをさせていただいて、春にもね元気に育てられるようにしたいと思います。ではね、コブマディバチャレンジの説明はここまでになります。今週末ではないんですけど、今週の8月31日の、金曜日ですね、いつもお世話になっておりますラハイナガーデンさんでの、ハッピーラハイナ1チームラハイナ4名で、立ち上げいや応援をしております、ラハイナガーデンさんでので行われる、ハッピーラハイナ1開催日でございます。その日にはまたわちゃわちゃわちゃ会って言って、皆さんと一緒に、ワンドリンクですね、ワンドリンクワンオーダーで喋りながら、店主のテルコさんと、いろんなね、質問コーナーなどお楽しみ会ですね、抽選会などを楽しめるイベントですので、ぜひね、滋賀県のラハイナガーデンさん、気になるなと思った方は、説明欄の方に、地図ではなくて住所を、ね、貼っておきますので、ぜひいらしてください。そしてただいま、こちらはね
群生株チャレンジをやっております。ライナガーデンさんでは群生株チャレンジ、秋に紅葉、綺麗な紅葉にしよう群生株チャレンジっていうのをやっておりますので、一つ、ライナガーデンさんで株を買っていただいて、もうあと一つ二つ三つ、まあ、買っていただいても大丈夫なんですけど、お持ちでないか、お持ちで家に群生株あるよっていう方は一個は必ずライナガーデンさんで買っていただくということで、あの2個目3個目は、お家の群生株を使っていただいて構いませんので、群生株チャレンジ、していただけたらなと思います。こちらの方もね、インスタグラム、ラハイナガーデンさんのインスタグラム貼っておきますので、インスタグラムの方から、応募できると思うので、メッセージお願いいたします。ハッピーラハイナ市では、この群生株用の、鉢、リメイク鉢、デコパージュ鉢、キーパー小鉢ですね、チームラハイナの、応援隊であります、ナイスノリ先生、そしてミッコさん、そして私でラハイナガーデンね、テルコさん、テルコ先生の、群生鉢ですね、おすすめ群生鉢っていうのが並びますので、できたら買っていただいた苗を植え替えるもよし、家にある、苗を植え替えるもよし、なんかね群生株にねぴったりな鉢、サイズがね、群生株はねちょっとやっぱり違う鉢で植えた方がいいらしいんですよ。なのでぜひね来ていただいて群生株をね植え替えていただけ、植え替えることも多分できると思うので、していただけたらなと思います。ちょっとね、コブマディパチャレンジとか群生株チャレンジとか、いろいろねたくさんのチャレンジがございますが、ラハイナガーデンさんもそうですし、カリーノクリアルさんもそうですし、多肉サミットさんもそうですし、やっぱりね多肉好きな方が楽しめるイベントね、やっぱり消費者というかね、買いても売りても楽しめるっていうのがね一番だと思うんですよ、共存していくっていうかね。なので本当に何て言うのかな、助け合ってっていうのかな、こういうねチャレンジで盛り上げたりとか、こうやってして番号を振ってチャレンジのチャレンジみたいな感じでやってみたりとかね、場をね広げていくのね、めっちゃいいなと思います。そして、ラハイナガーデンさんもちょっと一歩踏み出て、チームラハイナも多分応援隊で駆けつけますし、いろんなねちょっと楽しいことをね企んでおられるようなので、そちらの方のねつぶやきもねまた聞いていただけたらなと思います。私の方も、自分のところの、多肉事情ですね、良いも悪いも、もう消えてしまった苗も全てお見せしております。ハウスの方も全然建てられてないです。でも、来ました、穴開けの道具第2弾来ました。そちらの方をね持って、夕方ね涼しくなったり、ちょっと涼しい時、曇りの時とかに、穴掘りから挑戦をしてね、もう一遍再チャレンジで冬までに、ハウスの方頑張って建てていきたいと思いますので、応援してください。そして今日はねここまでになります。いつも通り、来月の、ワークショップのご紹介もしておりますので、最後までゆっくりご覧ください。今日はここまでです。バイバイ、またねー。